こんにちは、スタイリストの大山俊です。今日はですね、久々に外で撮影をしたいなと思っています。僕がお邪魔しているのは、先ほどちょっと映り込みましたが、ゾフ原宿店さんですね。こちらの方にお邪魔をさせていただきたいなと思っています。見てください、この久々ですね、表参道来ましたが、まあ天気も良くて、まあ、気持ちのいい一日なんですが、こちらでですね、今日は大人に似合うですね、鉄板メガネを徹底的に解説をしていきたいなと思っています。結構ですね、僕の動画の中でもですね、メガネって取り扱うこともあるんですが、やはりですね、まあ大人の男性にとっては欠かせない一つのパーツだと思うんですね。ちなみに僕はですね、普段はメガネかけてない姿が皆さん印象深いかなと思うんですが、実はですね、結構オフではこのようにメガネかけてることが多いんですね。なので、僕にとってメガネは欠かせないアイテムなんですね。とは言っても僕は目が悪くはなくて、裸眼で OK なんですけども、メガネをかける目的というのは、着こなしの一つのアクセントとして機能するからなので、僕は目が悪い人はもちろんメガネは有効に使っていただきたいなと思うんですが、目が良い人であっても、ファッションアイテムの一つとして顔周りに持ってくるとかなり印象が変わるんですね。いろんなコンプレックスをうまく解消するためにも使うことができるので、メガネは欠かせないですね、ファッションアイテムだと思ってるんですね。そこで今回は皆さんにとっても身近なゾフさんにお邪魔をしてですね、店舗の中でもう本当にたくさんの商品数があるので、まあ、大人の男性がファッションの一部として用いるんだったらどのあたりが鉄板なのか、もうしっかりと、これ PR じゃないのでしっかりと僕の本音でお伝えしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速店内の方に行ってみましょうかね。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで店内に移動しましたが、まあ、原宿店はですね、もともと外観としては、あ、すごくこの位置にあって素敵だなっていうイメージがあったんですけど、中入るの初めてなんですが、まあすごく奥開けていて素敵な空間ですね。いろんなメガネの種類があるので、結構ですね、ありがたい反面、どれを選べばいいのかわからない方も多いかなと思うので、今回は、あくまでこうファッションの専門家なので、ファッション視点でどういったアイテムが皆さんによりこうおすすめできるかなというところをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まずはこちら見てください、皆さん。ゾフさんとユナイテッドアローズのコラボレーションラインですね。これは実はですね、以前に僕の動画の中でも一度ご紹介したことがあるので、皆さんも覚えてるかなと思うんですが、もうすっかりと定着してですね、もうなくてはならないコレクションになってるかなと思います。まあ、ユナイテッドアローズはやっぱりファッションブランドなので、このファッションの中にこう取り入れた時によりこうしっくりくるような、そういったものが多いので、すごくね、どれを取っても素敵なものが多いんですね。ちょっとこの中でもね、いろいろとちょっとかけてみたいなと思うんですが、例えば、まあ一番こうベーシックな雰囲気ですね。僕もこういったちょっとこう丸みのあるシルエットのものが好きなんですが、こういったブラックのメガネですね。これもなかなかバランスがいいですよね。ちょっとこのクラシックな雰囲気もありつつ、まあ丸みがあるので、そこまでこう硬い雰囲気になりすぎないので、結構ファッションとの親和性も高いのかなと思いますね。基本的にはセルフレームなので、そこまでこう主張も強くないですし、こうベーシックに長く使っていただけるような、そんな一本になってるのかなと思いますね。まずはこのあたりから入ってもらうのもいいと思いますね。価格が11,100円ということで、まあメガネがこの価格で買えるっていうのは、やっぱりこう企業の規模というか、そのあたりもすごくね、反映してると思うんですが、まあ本当にありがたいですよね。メガネ高いものって本当にこう3万円、4万円、5万円と超えてしまうものもあるんですが、そうなるとなかなか気軽にはトライしづらいので、1万円台前半で買えるというのは、まあすごくありがたいですよね。そしてちょっと気になるのがですね、このあたりですよね。まあ、いわゆるこう、クラウンパンドと呼ばれるような王冠型のようなですね、形のメガネになるんですが、かけてみましょうか。これね、個人的にすごい欲しいなと思いましたね。まあ、セルフレームがこう、ベースとなっているんですが、ところどころでこういった金属部分が使われていまして、このあたりがね、ちょっとアクセントとして効いてますね。こう、ファッションの一部としてメガネをかけるのであれば、これぐらいですね、ちょっとこう、エッジの効いたモデルであっても僕は使いやすいのかなと思いますね。これめちゃくちゃ欲しいですね。で、カラー展開がですね、他にはこう、ブラックですとか、まあ、ブラウン系もあるんですね。どれもいいんですよ。僕は結構、ブラック系を
買いがちなんですね。ブラックが多いんですが、ちょっと個人的に今注目しているのが、今かけているようなグレー系のカラーになります。最近はですね、ちょっとこう、まあ、市場でも増えてきてるかなというところで、トレンド感のあるような色合いでもありますし、あとはブラックに比べると、ちょっとこう、重たさみたいなところが、ブラックはあるんですけども、少し透明感があるので、透け感もあって、重たくなりすぎないんですね。このあたりの色味は、個人的には、すっごいいいんじゃないのかなと思っていて、うん、なんか買い足すのであればこのグレーがいいんじゃないのかなと思ってます。クラウンパントはね、ちょっとこうおしゃれ好きな方であればすごくハマりやすいメガネだと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、まあ、こちらのね、前面だけでも全部欲しいぐらいですね、バランスがいいんですが、ちょっと裏の方にも行ってみますね。こっちの面もね、魅力的なものたくさんありますね。中でもですね、普段僕はあんまりかけないんですが、ちょっとこうメタルフレームですね、線が細めのメタルになっていまして、クラシカルな雰囲気があって、このあたりもだいぶ雰囲気変わりますね。僕はこういった感じのものってまだ買ったことがあんまりないんですけども、実際にかけてみると、先ほどのセルフレームに比べると線が細いので、割とこう顔前の印象を変えずにですね、使うことができるので、これもかなりバランスいいんじゃないのかなと思いますね。またこう、ちょっと知的な印象といいますか、雰囲気がかなり変わってくるので、バリエーションの一本として持っとくのもなかなかいいなと思いますね。意外とカジュアルなスタイルもいいんですけど、まあ、ジャケットだとか、スーツだとか、そういったスタイルにもハマりが良かったりするので、結構オンオフ兼用でもいけるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんこういったね、金属系のですね、クラシカルな雰囲気のメガネも一本持っておくといいんじゃないのかなと思いますね。はい。やっぱり軽くてスッと入っていくのも気持ちがいいですね。これもいいなぁ。そしてもう一つ、このあたりも僕大好きですね。まあ、いわゆる混合フレームみたいな感じですかね。プラスチックとこういったメタルの部分があって、この2つの異なる素材が組み合わさることで、ちょっとこうモダンな雰囲気も漂うような感じになってますね。これいいんじゃないでしょうか。僕大好物の雰囲気ですね。普段持ってるメガネがこういったものが多いので、本当に違和感なくスッとはまるかなと思うんですが、このような金属パーツね、細かい部分まで細工が綺麗に入っていて、すごくバランスがいいですよね。これも価格が 13,300円。決してその価格には思えない、かなりクオリティの高い仕上がりかなと思いますね。これだと結構顔周りのですね、アクセントとして効いてくるかなと思うんですね。例えば、なんだろうな、ちょっと顔が薄くて、ちょっとこう、なんだろう、おしゃれ感を出したいっていう方には、僕はメガネをすごくおすすめするんですね。まあ普段スタイリストとして活動してるんですが、目が悪い方にもしっかりとメガネ提案するんですけど、意外となんか顔の印象が薄いんだよねとか、ちょっと顔を覚えてもらいにくいんだよねって方には、メガネをあえて、お勧めすることがあるんですが、そういった場合なんかにもすごくこのあたりも使いやすいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんトライしてみるのもいいんじゃないのかなと思いますね。いいですね。そして、ちょっとこちらはですね、まあ、実験的な一本かなとは思うんですが、よりこうクラシックな古き良きアメリカっぽい感じの雰囲気のメガネですね。形はサーモントと呼ばれるものになってまして、これもですね、普段あまりかける感じではないんですが、かけてみるとどうでしょうか。このあたりもね、僕もまだ見慣れてない部分もあるんですが、ちょっとかけてみるとだいぶ印象が変わるんですね。着こなし的にはちょっとこう雨かじが好きな方であれば、こういったものすごくハマりやすいかなと思いますし、結構ジャケットのスタイルなんかにもハマりがいいので、これはですね、大人の男性にはハマりがいいんじゃないのかなと思いますね。特にこうヒゲ生やした男性とかにもすごくしっくりとハマるかなと思うので、これもなんかバリエーションの一つとして僕持っときたいなと思いますね。ブラックもいいし、ちょっとこう重たさをね、軽減したいのであれば、このあたりのグレーもいいですね。やっぱりこのグレーの透明感いいですね。なんか個人的にも最近ちょっとグレーがトレンド感あるのかなと思っていたら、やっぱりそのあたりちゃんと反映してゾフさんに行けばあるんですよ、すでに。このあたりのトレンド感のスピードの速さも含めて、かなり使い勝手いいんじゃないのかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っております。はい、じゃあ続いてですね、ちょっとゾーンを変えましょうかね。こっちの方行ってみましょうか。こっち行くとですね、
あ、なるほど。カラーレンズみたいなものがありますね。僕は結構カラーレンズのメガネ大好きで、プライベートでも、まあサングラスをですね、僕あんまり逆に持ってないんですね。もう本当に目が、瞳が見えないぐらいの濃い結構サングラスは僕はあんまりかけないで、カラーレンズぐらいのものをですね、かけることが多いんですね。その中でもこのあたりですかね。良くないですか。クラシックな見た目。そして、レンズはこれは、うっすらブルーですかねが入ってる形になりますね。で、瞳がちゃんと見えるぐらいの、ね、濃さなので、そこまでこう、強くなりすぎない。ファッションレンズとして使えるので、このあたりはすごくバランスがいいですね。本当に、メガネかけない方であっても、カラーレンズ入ってるものは絶対おすすめです。かけるだけで断然、おしゃれっぽく見えるので、僕はこのあたりはおすすめしたい一本かなと思いますね。これすごいのが、僕も先ほど伺ってびっくりしたんですけど、ここにですね、ちょっとしたパーツがありますよね。折れるんですよ。すごくないですか？こっちでいいのかな？で、あ、逆ですか？あ、こっちでいいのか。こう折って、このように折りたためるんですよね。すごいですね、このコンパクトさ。っていうことは、やっぱりこう旅行だとか、そういった場面で持っていくのもすごくいいと思いますね。なんかね、ちょっと沖縄に行くだとか、遠出するときに、やっぱり日差しの強いところでは、絶対こういったカラーレンズの入ったメガネがあった方がいいんですよ。なので僕も旅行のときには必ず持っていくようにしてるんですが、持ち運びもしやすいというところでは、これすごく便利な一本になってるかなと思います。はい。で、あとはですね、このあたりもすごいなと思ってまして、はい、これもユナイテッドさんとのコラボレーションラインなんですけど、これはですね、まあ、サイドが割とこう軽い仕立てになってまして、こうスポーツのシーンでも気軽にかけることができるような感じなんですね。まあ、サイドをかけた時の柔らかいフィット感がすごく特徴的で軽いですね、これも。これだと、スポーツする際でもすごくいいと思うので、ゴルフだとか、僕なんかはランニングもするので、そういった際にかけるのもすごくいいかなと思うので、まあ、そういったシーンでもいいし、もちろん形的にはもう待ち着でしっかりとつけてもらうのもいいかなと思うので、様々なシーンで使うことができるかなと思いますね。まあ、こちらもですね、スポーツされる方だけではなくて、様々なシーンでつけられて、なおかつ、かけ心地がライトなので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、まあ、ゾフさんって最近なんか僕の中の印象なんですけど、コラボレーションがすごいんですよね。本当、まあ、ユナイテッドアローズさんももちろんやってますけども、こちらは、スタジオセブンさんですね。三代目 JSOUL BROTHERS のナオトさんが、プロデュースする、スタジオセブンのですね、コラボレーションのメガネも、このあたりも、ちょっとこう、クラシックな雰囲気が漂うような仕上がりで、なかなかこだわりの一本がですね、見つけやすいんじゃないのかなと思いますね。まあ、いろんなこう、カラーレンズなんかもありますし、フレームが結構しっかりと太めのものが多くて、クラシックな雰囲気ですね。すごく漂う一本になるのかなと思いますね。最近はこのように、ちょっとこう、フレームがしっかりと太さがあるもの、男っぽいものもですね、トレンドになっていまして、なんかかけるだけで雰囲気だいぶ変わるので、ファッションレンズとしてはこのあたりもなかなかいいんじゃないのかなと思いますね。はい。いいですね。まあ、この、色入ってないものもいいし、ちょっとカラーをうっすらと入れてあげるのもいいかなと思うので、このあたりも要チェックしていきたいブランドの一つかなと思いますね。なかなか面白いですよね。要注目のコレクションなんですが、さらにはこちらにもコラボレーション新しいものありまして、ネイムというですね、まあ、ドメスティックブランドですね。コラボレーションのものがありまして、このあたりもおしゃれが好きな方であれば、かなりですね、注目している一本になってくるかなと思いますね。中でもどれがいいかな？すごい、どれもなんか魅力的な感じはするんですけど、やっぱりこれもフレームちょっとグレーっぽいですよね。で、レンズのカラーもちょっとうっすらとグレーが入っていて、こんな感じでしょうか。これもいいんじゃないですか。個人的にはこれかけて帰りたいなというぐらいしっくりと来てるんですね。ちょっとこうね、なんだろう、ストイックな雰囲気といいますか、今までにはないような、こう、かなり作り込んだ、ちょっと細部のこだわりを感じるような一本仕上がってますね。これはかっこいいですね。やっぱりこう、セレクトショップのコラボレーションだとか、デザイナーとのコラボレーションっていうのは、ファッションとの親和性というところが、よりですね、良いのが感じられるかなと思うんですが、これは僕の普段のスタイルにもすごく相性が良さそうなので、すごく欲しい一本ですね。まあ、こう、ちょっと透けるようなダークグレーの感じが、個人的にはすごく気に入りました。そして、このあたりは僕はちょっとあんまりかけたことがない感じなんですが、ちょっと丸いシルエットですね。
ちょっとこっちに鏡があるので見ながらでもいいですか？ああ、なるほど。ちょっとね、かけた状態が見えないと自分でも不安なので確認してますが、これもすごくいいですね。うん、ちょっとクラシックな丸メガネなんですけども、なんだろうな、クラシックなおじいちゃんっぽくなってしまうような雰囲気ではなくて、シャープな雰囲気が漂ってますね。うん、色味がダークグレーで、ちょっとこのあたりの金属の色合いもすごくね、ちょっとマットな感じで綺麗ですし、サイドの雰囲気も含めて、なんかこう、やぼったくないような、ストイックな雰囲気もあるような丸メガネに仕上がっていて、これもファッションとの相性良さそうですね。これもかっこいいな。今まで持ってない系統なので、ちょっとトライしたいですね。モノトーンの着こなしにはまりそうなので、意外とこれだったら年代も問わずに使えると思いますね。40代以降の方でもちょっとクラシックな雰囲気でかけてもらうのもいいかなと思うので、これもぜひチェックしていただきたいですね。そっか、ちょっとこのネイムとのコラボレーションラインは事前に全くチェックしてなかったんですが、めちゃくちゃ良さそうですね。これもいいな。ちょっとなんかまだ前半なのにいっぱいかけすぎてますが。ああ、これもいいっすね。はい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 。このコラボレーションラインはちょっと今回大収穫ですね。どれもいいですね。まあ、やっぱり基本的なカラーとしてはこうグレー系なのかな。ちょっとグレーとかブラウンを感じるような色合いですが、ちょっとね、このスクエアっぽい感じなんですが、上が太めになっていて、そしてこのパーツなんかもね、一つアクセントになってますよね。なんかクラシックな雰囲気なんだけど、色合いのせいかやっぱりちょっとシャープでモダンな雰囲気が漂っていて、大人世代にも似合いやすいような一本になってるかなと思いますね。はあ。で、価格が 13,300円ということで、そうか、このような凝ったシリーズがこの価格で買えるってことが、まあなかなか難しいですよね。やっぱりこのあたりは大手さんの力があってこその価格帯なので、非常に使いやすそうだなと思いますね。はあ、なるほど。エッジが効いてるんだけど取り入れやすいってところですね。そこですよね。なんかファッションブランドのコラボレーションって、まあいいんだけど、結構なんだろう、ファッションブランドの世界観が強く出すぎちゃって、逆にこう使いづらかったりとか、自分のこう力量じゃ使いこなせないなってところがあったりするんですけども、そのあたりがなんかスッと入っていくので、すごくネイムとのコラボレーションいいですね。最後にブルー系のレンズね、これも結構濃いめのレンズですけど、なかなかいいですね。はい、ぜひ皆さんもこのあたりチェックしていただきたいなと思います。続いてですね、まあ、こちらもいろいろとあるんですが、コラボレーションだけではなくて、様々なね、オリジナルのものもあったりするので、ちょっとご紹介していきたいなと思うんですが、このあたりもね、ちょっとまあ、間違いのないシリーズかなと思いますね。先ほどもご紹介した形はクラウンパントですね。割とコンパクトな形になっていまして、そこまでですね、この縦の幅がないので主張が強くなりすぎないんですね。で、ブラックのフレームなので、ちゃんとクラシックな雰囲気も漂いつつ、ファッションとの親和性も高いですね。なんか僕の中ではかけていて違和感がないんですよ。メガネってあまりかけ慣れてないものって、最初はハードの高さを感じたりだとか、見慣れるまで時間かかったりするんですけど、これスッと入ってきますね。これはなかなかいいですね。で、価格が、これ驚いたんですけど、6600円なんですよ。これこの価格でいいんですかっていうような驚きがあります。で、じゃあそこにじゃあチープさがあるのかというと、全くそんなことはなくて、本当に上質な雰囲気が漂うので、これもファッションとの相性かなりいいですね。いいですね。このブラックフレームというシリーズなんですかね。これはなかなか素敵ですね。そしてまあ、このあたりもオーソドックスなウェリントンですね。いや、もう王道感あって、まあ、間違いのないセレクトでしょうね。まず一本、まあ、ベーシックなものを取り入れたいという方、特にこうファッション用のメガネとして使うのであれば、こっから入るのもすごくいいんじゃないのかなと思いますね。このあたりはね、ちょっとこうアメリカっぽい着こなしとかにも映えるし、意外とこうスーツのスタイルなんかにも相性良かったりするので、ぜひトライしていただきたいですね。いいなぁ、このあたりのラインもね、通常のこうコラボレーションじゃないところもしっかりとトレンド感を抑えてたりだとか、もう間違いのないセレクトというのがしっかりともう行けば揃うので、安心感ありますよね。いいなぁ、このあたりもすごくいいし、もうちょっと奥行ってみましょうかね。ね、ほんといろんな種類ありますけども、かなり厳選して選んでます、今回は。
これもいいな。ちょっと今回ブラウン系いってみようかな。はい、これもいいですね。まあ、ブラウンだとやっぱりブラックに比べると肌なじみがいいんですよね。このあたりがこうコントラストが強くなりすぎないので、すごくバランスのいい仕上がりになってるかなと思いますね。基本的にはこう丸っぽいシルエットなんですが、まあ、金属が所々つけられていて、あとこのあたりのね、ちょっとしたこうパーツですね、このあたりも含めてなんかね、この顔周りの一つのアクセントになるので、すごくねおしゃれ見えしてくれるので、これなんかはメガネでちょっと遊びたいなという方には使いやすいモデルかなと思います。最初はメガネかけ慣れてない方は違和感あるかなと思うんですけど、あ、似合わないと思ってすぐに戻してしまうのはもったいないんですよね。ちょっと 2,3 分待ってください。徐々に見慣れてきますから。僕はこれをですね、3分間の法則とよく言ってるんですけど、どんなにこう最初はしっくりこないものでもある程度慣れが出てくるんですね。その段階から本当に自分に似合うかどうかを確かめるというのがすごくいいと思いますし、あとは一人で行くのではなくて、誰か気の合うご友人だとかご家族と一緒に行ってもらって、客観的に評価してもらったりだとか、まあ、スタッフの方にご相談しながら客観的な視点を入れていただけると、結構メガネの幅も広がるかなと思うので、このあたりもなかなかいいと思います。ぜひ皆さんトライしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、ちょっと逆側に回りますね。これもねちょっと面白いなと思ったんですけども、サバエさんということで、メイドインジャパンのシリーズですね。まあ、メガネといったらもう産地サバエというのはもう世界的にも有名な場所なんですけども、このあたりでしっかりと作っているですねメガネというのもゾフさんの、まあ、店舗限定という形で取り揃えていまして、なかなか素敵なものが多いなと思いますね。やっぱりちょっとこうクラシックな雰囲気のものがいいかなと思うので、ちょっとどのあたりをかけようかな。このあたりをかけてみましょうか。これもかけてみます。まあ先ほどもね、何度かかけてます。クラウンパントという形なんですが、ああ、いいですね。なんか僕がちょっとだけ知的に見える感じがします。嬉しいですね。なんかメガネによって僕はなんだろう、キャラクターというのがある程度こう変えられると思ってるんですね。なのでバリエーションがあるとすごくいいと思ってるんですよ。今日の気分だとちょっとこうクラシックな雰囲気を出したいなとか、ちょっと知的な印象を出したいなという時には、このようなちょっとこう金属フレームでクラウンパントみたいなものもすごくいいかなと思うんですね。なのでやっぱりファッションだとか自分がこう表現したい方向性に合わせてバリエーションを持っておくのもいいかなと思うんですが、僕もねちょっとこう偏りがちな部分があるので、このあたりのねメタルフレームなんか入れるのもだいぶ雰囲気変わりますよね。あ、なかなか素敵ですね。でやっぱりかけた時のなんていうかな、スッとこう入っていく感じですかね。そして顔にスッと馴染む感じというのはやっぱり違いは感じますね。このあたりもなんかね、こうかけ心地だとか品質にこだわりながらものを選びたいという方にはフィットするかなと思います。で価格がサバエさんと聞くと結構高そうなイメージがあるんですけど、これも13,300円なんですね。結構お手頃ですね。いやー、びっくりしますね。ちょっとなんかメガネにこだわると言ったら3万円4万円しちゃいそうなのかなと思ったんですが、こういった価格でトライできるということで、ぜひ皆さんこのあたりも含めてチェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、ゾフさんのですね原宿店にですねお邪魔をしまして、大人の男性に似合うですねメガネですね、特に今回はファッションとの相性がいいものをですね皆さんにしっかりめに解説をさせていただきました。まあ、メガネはやっぱり奥が深いですね。僕も専門ではないので、まあ、事前にですねゾフのスタッフの皆さんにお話を伺いながらですね、事前知識を入れながら解説させていただいたんですが、やはりですねこれだけたくさんの量があるとどれ選んでいいかわからないって方は非常に多いと思います。ですが今回の動画の中でお伝えしたものというのは結構ファッションとの親和性が高いものが多いかなと思うので、気軽にトライしやすいかなと思うんですね。ぜひ皆さんもですねメガネというのは実際店舗に行って試着をすることで初めてリアルにこれが似合うか似合わないかっていうところも分かってくるかなと思います。そしてまあ普段からメガネかけ慣れてる方であれば、まあスッと入るものもあるかなと思うんですが、メガネかけ慣れてない方だと、まあ最初はメガネをかけてる自分自身に見慣れない部分もあるかなと思うので、先ほども触れましたが、いろいろと試着をしながら目を慣らしていただいて、そして
して客観的な意見を入れながらですね、トライしていただくとすごくいいかなと思います。メガネを取り入れるにしても価格帯がやっぱりこうリーズナブルなので、ステップが踏みやすいかなと思うんですね。これがいきなりこう3万円、4万円とかになってしまうと、まあ、ファッションメガネとしてはなかなかトライしづらいところもあるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんゾフさんからファーストステップを踏んでいただきながらですね、メガネをファッション的に応用しながら顔前の雰囲気を変えるというところもトライしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。